ということでね、公園大好きお散歩大好きおえいじでございます。久しぶりにねハードオフ来まして、で、まあ、せっかく来たんでね、近くのこういったね公園まとめて散歩しちゃうじゃないかなということでやってきました。これも八重桜になるのかな。よく見る濃いピンク色ってよりはね、淡い薄いピンク色でね、可愛いですね、これもね。うん、色合いがね、とても綺麗ですね。こう見るとね、ちょっと場所場所で変わってくるんですけども、下にね、ツツジ、ちっちゃいバージョンのやつがね、咲いてますけど、満開のところもあれば、あまり咲いてないような場所もあるのかな。日の当たり方によって変わってくるのかなという感じです。とにかく今日はね、天気がいいですよ。もうだいぶね桜も散っちゃって、下がねピンク色の絨毯になってはきてはいますけども、気持ちいいわ。朝ねちょっとね今日はあの芝桜お散歩ちょっと行ってきたんですけど、風が強かったんですけどね、午後になって風が収まりましたね。うん、かなり穏やかな気候になっております。風もなくて天気も良くてね、昨日雨がちょっと強かったんでね、若干下がぬかるんでたりしてるところもあって、実は芝桜の方もね、そういったところからね少し花が弱ってたのかなっていう風にも感じました。うん、ちょっとじゃあまあねお散歩行こうと思います。いや気持ちいいわ。私のね、そう、動画で、ガオロードチョコの動画をね、ちょっと上げたんですけども、パートさんにね、パートさんのお子さんにね、ガオロードチョコをあげようってことでね、昨日ね、あげてきました。うん。まあ、喜んでくれてたんで、よかったですね。これも、なんかちっちゃい花がある。かわいいのが。今ちょっとね食べ物をプレゼントするのでちょっと心配ですよね。まあ袋に入ったお菓子であればね、まあ、消毒して、ちゃんと食べていただければと思うんですけども、なかなかねそういったところがしづらい世の中にはなってきてますよね。差し入れだとかね、そういったところがね。まあでもリュックサックにねガオロドチョコをね30個ぐらい入れて持ってったのね。でリュックから取り出しでパートさんとかにね、子供何人だっけなんつってさ、配ってたんで、サンタクロースと言われながら配ってましたよ。なんだろうな、ちょっと字がかすれちゃってるな。はい、ちょっと気持ちいいね。やっぱ人も結構出てるけど、まあ、こういったところならね密にならずに、お散歩できますね。ワンちゃんいます。いいな、散歩気持ちいいな。鳩なんかもです。ちょっとね寂しいことがあって、ベトナムの研修生の話をね、たまに私するんですけどもね、8人ぐらい来てるんです。で、まあ、先日のね、2月ぐらいだったかな、ようやく1人帰れて、コロナの影響でね、帰れなかったんですよね。1年で帰国する手はずになってはいるんですけど、今回に限っては、ちょうどね、まあ、飛行機も飛ばなかったりっていうのがあったんで、ほぼほぼ丸2年ぐらいね、ベトナムの研修生が残ってたんですけども、まあ、先日そのね、2月ぐらいに1人帰った子もね、もう寂しくて、毎晩まで言わないですけど、まあ結構ね、泣いてたらしいんですね。お子さんも生まれたばっかりかなんかで小さいですし、奥さんも若いみたいなんでね。まあ本人もね、まあ20代後半ぐらいの子なんですけど、で、その子がやっと帰れてね、で、
とはいえね、ベトナム着いたからすぐ実家に、お家に帰れるわけじゃなくて、まあ2週間のね、安静期間といいますか、様子見の期間を設けて、やっとこの間帰ったっていう話を聞いてね、ほっとしたところだったんですね。うん。で、まだ今残ってる7人のね、ベトナムの研修生たちがね、まあ飛行機とのね、折り合いがつけばね、徐々に帰っていくっていう話はしてたんですけども、急ですよ。昨日ね、すごい仲良くさせていただいてるね、まあ面倒見てるっていうのかな、うん。一人のベトナムの子がいるんですけど、急に帰国が決まりまして、でも、昨日聞いて、今日、明日にはもう、帰国するらしいんですね。うん。だから会社からも何にも言わなかったし、本人もね、寂しかったのか、言い出せなかったのかわからないですけども、まあその一昨日ぐらいか、昨日、一昨日ぐらいか、一昨日会った時にはね、別に何にも言ってなかったし、他のね、私以外にも仲良くしているパートさんいるんですけども、そういった方たちにも何も言わずにってことだったんでね、ちょっとね、ショックを受けておりますよ。うん。で、その後一日でもね、会社来れば、またあれなんですけども、もうほんと今日木曜日で明日金曜日にはね、帰ってしまうってことなんで、ちょっとね、最後ね、お別れぐらいしっかり言いたかったなぁと。そのね、まあ2月ぐらいに帰った子も、ちょうどね、タイミングが悪くて、ちゃんと挨拶できなかったんですね。うん。なんでね、そういうところがね、ちょっとね、心残りであるね。まあ基本的にはね、毎回、同じ人数来たら、そのままその人数全員帰って、まあ会社内で送別会やるんで、まあ握手したりだとか、まあ贈り物とかもね、会社全体で買って、パートさんたちとかとね、社員とかと、うん、揃って買ってプレゼントしたりするんですけども、今回がね、そういったタイミングが、まあ急に決まることもね、多いのは多かったりするんで、まあ難しいんですけど、で、今回もね、まあ2人帰っちゃって、まあ残り5人が今残ってる感じなんですけど、そういったところもね、まあ飛行機決まり次第っていうところもあるんで、まあね、ちょっと寂しいですよね、急に帰られちゃうのは。ちょっとね、一言二言言ってくれるとね、こっちも、あれなんですけど、まあ向こうもね、寂しいのかなって、2年ぐらいいるとね、やっぱりお互いに愛着が湧いてきますから、まあ寂しさはね、これいっぱいになるな。こんな咲いてくるんだ、さっきのちっちゃいのが。まあちょっと寂しいですよ。うん、仕方ないといえばそれまでなんですけど。まあただね、悲しんでばかりもいられずに、今回の研修生が帰れば、もう要するに1年ぐらい待ってる、次回入るね、研修生たちがまた8人ぐらいいますので、そことの出会いだとか、まあ、仕事を教えたりなんなりありますけどもね、そういった出会いも出てくるんでね、うん、別れがあれば出会いもある、出会いがあれば別れもあるっていうところではないでしょうか。ただね、今回来る人もね、いつ来るかもはっきり決まってないんですよね。うん、今残ってる人と重なる期間っていうのはね、ほぼほぼないんで、まあ、2人ぐらい残して仕事を教えるっていうね、そういったのもあるらしいんですけど、今まで、まあ、例年で言うとね、全員帰ったら新しい子が来るっていうような流れだったんで、まあ、今回ね、ちょっとどうなっていくかわからないんですけどね。今日はね、この近くにね、ブックオフがあるんですね。で、裏から回ってね、この公園からブックオフ行けるんで、今回ちょっとそっちから行ってみようかな。うん、少し距離歩くんですけど、距離歩かないか。そんなには歩かないな。うん。なのでね、ハードオフ1軒だけの予定だったんだけど、そのブックオフもちょっとね、そこもやっぱり今年初めてかな、になるんで、ちょっと行ってみたいと思います。
子供面白いな。ほれほれって言ってるよ。これはこっち行っちゃうと駐車場に行っちゃうかな。うん、こっち側に一回出ないとダメかもしれないですね。お弓の道方面にね、行きます。弟にもらったね、カバンが大活躍ですよ。お気に入りでね、散歩には弟のカバンで、買い物にはね、母親に買ってもらったなんかちょっと保冷が効くようなバッグが、リュックがあるんですけども、それで行っております。いやでも本当にね、ブックオフに着くのかな。隣なんですよ。で、裏側に道があったのは知ってるんですけど、その道がここと繋がってるかっていうのはね、確認できてないんですね。なのでちょっと探り探りね、行っております。これ横目に見えるのは全部アジサイかな。6月頃に来るとちょっと綺麗そうだな。うん、公園散歩した岸に来た時にこっち側に来てもいいし、ブックオフに行った時にね、こっち側に逆に来るのもありかもですね。うん、あ、でも建物はね、あえて見えてきたんで多分行けると思いますね。ちょうどいい感じのあのトイレの脇の道に出ると思います。ツツジも咲いてますね。こういったベンチがあるのが優しいね。なんかね、行けなさそうだな。あそこが多分トイレなんですよ。行けない気がしてきたぞ。それかもう少し回ると行けるかな。私の予想だとここがね、繋がってる予定だったんだけど、このショッピングモールがあるんですね、この中に。ここの中の通路が繋がってるだけかもしれない。嫌な予感がしてきました。あー、結構向こうまで続いてるな。どうなる？こっちにもね、ベンチがあるからいいね。うん。これやっちゃったパターンかな。どんどんね、奥にミスターマックスってあるんですけど、そこの方まで行っちゃってますね。いや、後には引けなくなってきましたけども、ほら違うお花が咲き始めた。ほら、これからだね、この花もね。やばいね、結構奥まで行っちゃってるわ。階段が出てきたから外には出れそうだ。ダメっすね、完全にね、外に出されましたね。あ、こっち側に来るのね。でもほら、かわいい八重桜出てきたから、結果オーライじゃない。ほら、モフモフしててさ、ほら、こんな近くで見えるよね。これダメだね、お弓の道はつながってないな。うん、なのでここから引き返してね、車でまた向かいたいと思います。でもいいお散歩コース歩けたわ。ご視聴のありがとうございました。大戸池公園、今回散歩しました。それではまた別の公園でお会いしましょう。バイバイ。